内藤哲也は日本の男性プロレスラー、東京都足立区出身、血液型 AB 型、新日本プロレス所属。学校は中学時代は東京都足立区立東、島根中学校、高校時代は東京都立足立東高等学校に通っていた。父親の影響で小さい頃から自然とプロレスを見るようになり、 学校の教室ではプロレスごっこで遊んでいたという。法人主義的な家庭に育ったが、人との約束は守れということだけはよく言われ、学校の宿題を怠った時に、父から宿題っていうのは先生との約束だろうと叱られた。しかしあくまで約束にうるさいだけで勉強しろとは言われなかった。内藤は小学1年から中学3年まで父がコーチを、 行っていた少年野球のチームに在籍し、内藤が小学5年生でキャプテンになる頃から内藤を手伝っていたが、周りから息子をエコビー機していると言われないように父はチームで練習している時にはあえてあまり指導しなかった。幼稚園の年中から高校3年まではサッカーを経験。中学時代は野球とサッカーを掛け持ちしながら両方ともキャプテンを務めていた。 プロレス初観戦は5歳の頃であり、幼稚園児の頃から一人で電車に乗れた内藤は、仕事帰りの父と会場の最寄り駅で待ち合わせて、プロレス観戦に行ったという。父はじっと見ているだけであったが、プロレスへの熱い思いは持っており、たまに、初代タイガーが活躍していた頃は、というようなことを語っていた。それと内藤に対して、父はアントニオイノキをさん付けで呼ぶように教えた。 プロレスファン歴が長い内藤だが、実際にプロレスファンというよりも新日本、プロレスファンであった。父親から見せられていた団体が新日本だったこともあるが、その後いくつになっても新日本以外の団体に興味を持つことはなかったという。プロレス初観戦も新日本だった内藤は、初めて自分でチケットを買って見に行った1997年6月5日の、 日本武道館大会にて、これがお客さんの前でできてお金もらえるなんて、こんないいものはないと思い、プロレスラーになることを決意した。高校3年の夏に最後の大会を終えて、サッカー部を引退した後、2000年9月にアニマル浜口トレーニングジムに通い始める。プロレスラー志望者のためのプロコースを選択して、トレーニングを開始し、高校卒業後もアルバイトをしながら、 ジムに通い続け、スパーリング技術を身につけていった。そろそろ新日本の入門テストを受けようと思い始めた矢先、2002年にジムでのスパーリング中に右膝前十字人体断裂、全治9ヶ月の重症を負い、同年の入門テスト受験を断念する。2003年は負傷した膝のリハビリ中のため、2004年はベンチプレスで肩を負傷のためと3年連続で 受験のチャンスを逃したが2005年11月3日、後楽園ホールにて行われた入門テストにようやく参加。自分でも合格への手応えをはっきり感じた内藤はテストに合格を果たし、12月1日に新日本に入場した。2006年の下道場での練習を順調にこなした内藤は入門から半年後の2006年5月27日。 総歌スポーツ健康都式念体育館大会にて、力プロのウアーの高志を相手にデビューを飾る。入門テストでズバ抜けた成績があったとはいえ、アマチュアで特に大きな実績があっての入団ではない。一若手のデビューとしては、かなりのスピードだったが、試合は逆エビがために敗れる。試合後のバックステージでは、試合前は、すごい緊張したけど、リングに上がったら、緊張はなくなって、 すごく居心地のいい場所でしたとコメントを残している。あとに内藤はデビュー戦について試合内容は覚えていないがスポットライトを浴びて自分がリングから四方を見渡す状況に快感を覚えその気持ち良さが印象的だったと振り返っている。デビュー当初より周囲から動きの良さやプロレスセンスを高く評価された内藤は9月のシリーズにて 試練の5番勝負が行われ、重心サンダー・ライガー、ジャドー、ミノル、ゲドー、金本・コージラとそれぞれシングルマッチで対戦。5番勝負での経験を生かした内藤は、その後、10月29日の神戸ワールド記念ホール大会で、平沢光秀からプロ初勝利を収めた。2007年2007年1月4日の東京ドーム大会にてプロ初勝利を挙げた試合が、 ワールドプロレスリング主催の2006、ヤングライオンベストバウト賞を受賞し、対戦相手の平沢と共に表彰。試合に出場こそしなかったが、内藤にとっては初めてドームのリングに足を踏み入れた、日となった。6月1日、出場予定だった邪道の負傷欠場を受けて、ベストオブザ・スーパージュニアに、急遽エントリーし発出場を果たす。 同日の開幕戦でゲドからジャパニーズレッグロールクラッチホールドで金星を挙げ、さらにリーグ戦ではエルサムライからも勝利を収め、2勝をマークした。10月8日のエクスプロージョンで7では IWGP ジュニアヘビー級王座の直挑戦者を決めるニュージャパン乱暴ンに出場。最後の2人まで生き残ったが、最後は金本に敗れた。この頃より、 新日ジュニア戦線で徐々に頭角を表し始めるようになり、また、同月20日の山口大会では6人、タックマッチながら、かつて大ファンであった、棚橋博史との初対決が実現した。2008年2008年2月、それまでタックを組む機会の多かったユ次郎と、タックチーム、ノーリミットを結成し、それに伴いコスチュームも赤を基調とした、ショートタイツに変更した。 4月13日の後楽園、ホール大会にて、ライガー&、明らくみが保持する IWGP ジュニアタッグ王座に、初挑戦。王座ダッシュとはならなかったがチームとして、ジュニアの最前線で通用することを証明した。ノーリミットとして、新風を吹かす中、新日本が、01マックスとの対抗戦を本格化させたことから、内藤も対抗戦に出陣し3月2日の、 宝楽園大会で0-1に参戦。スターダストプレスを初公開して敵地で勝利を収めた。さらに4月5日には棚橋のパートナーとして全日本プロレスに参戦し、スワマソヤ学組から勝利を収めた。9月6日にはプロレスリングノアが主催する日本武道館大会を高橋と共に観戦した。場内で アクションこそ起こさなかったが、試合後の会場外で GHC ジュニアタッグ王座を保持する金丸義信鈴木小太郎組に対して戦線布告を行い、同月27日に同王座に挑戦したが、王座ダッシュはならなかった。10月13日、ディストラクション082でミノルプリンスデビット組から勝利を収め、高橋と共に IWGP ジュニアタッグ王座をダッシュ。 ジュニアタック王逆味として G1 タングリーグにも初出場を果たし12月7日の大阪府立体育会館大会ではジャドアンドー組を相手にジュニアタック王座の初防衛に成功した12月22日後楽園大会では棚橋と初めてシングルマッチで対戦しテキサスクローバーホールドに敗れる2009年2009年1月4日 レッスルキングダム3にて、モーターシティマシンガンズを相手にジュニアタック王座2度目の防衛戦を行ったが、敗戦し王座から陥落。その後、2月15日両国大会でのジュニアタック王座の挑戦権をかけた4イタックマッチを制し、マシンガンズを追って高橋と共に、ティネに参戦。タイトル奪還を望み、現地でマシンガンズを相手に2度挑戦するもダッシュには、 至らなかった。結局、ジュニアタック王座は日本でアポロ55がダッシュしたため、ティネに参戦する理由がなくなったノーリミットは遠征先をメキシコの CMLL へと移し、5月29日に高橋、ドスカラスジュニアとのトリオで CMLL に初登場を果たす。スターダストプレスで勝利を収めると、対戦相手のエクトール・ガルサを 単価送りにしたことで現地のファンに衝撃を与えた。さらに7月31日に行われたインフィエルのエンエルリングに出場。最後に、リング上で取り残されたトスカーノと一騎打ちとなり、ドラゴンスープレックスホールドで勝利する。日本人としては、サトルサヤマ以来30年ぶりの快挙となるアレナメヒコでの紙切りマッチでの勝利を収めたことで、メキシコでの地位を確固たるものとした。 12月4日、アレナメヒコにて、高橋と共に、ロスイホスデルアベルノと紙切りマッチとして対戦したが、敗れてしまい、坊主姿となった。12月18日に高橋と共に外戦。翌年の東京ドーム大会にて、IWGP タク王座への挑戦が決定し、12月23日、高楽園大会にて外戦試合を前に、リング上で挨拶した。 2010年2010年1月4日、レッスルキングダム4にて、ノーリミットとして外戦試合を行い、IWGP タッグ王者組のチーム 3D、挑戦者組のバットインテンションズを交えた3、ウェイマッチに出場。アンダーソンから勝利を収め、IWGP タクッグ王座を奪取した。3月に開催されたニュージャパンカップで2回戦で、 棚橋と2度目のシングルマッチを行った内藤は、棚橋の膝を破壊して、スターダストプレスで、棚橋から初勝利を収めた。外戦帰国後は、本体の一員として活動していたが、4月4日、後楽園大会で高橋と共にカオスへと寝返り、ヒールとして活動を開始する。ノーリミットとしては、ヘビー級、タック戦線の中心で活動し、バッドインテンションズや、 青木軍との三つどもえ構想に明け暮れる。5月3日、レスリングドンタクにて、青木軍に同王座を明け渡したが、その後も、同じメンツで、イルミネーション式サンウェールールやともえ戦のタイトルマッチで構想を展開。同年の G1 タッグリーグでは、ノーリミットとして決勝進出を果たすも、青木軍に敗れて、準優勝となった。一方で、 シングル戦線ではカオスに加入したことで棚橋と敵対関係になり、年内で4回もシングルマッチで対戦。最終的に一勝二敗一1分と負け越してしまった。2011年前年で棚橋とのシングル4戦で、個人としての実力を証明した内藤は、2011年1月4日のレッスルキングダム V にて、ティネ世界ヘビー級王座を保持するジェフ・ハーディーと対戦したが、 不本意な試合内容の末に敗れる。2月には後藤博大輝との交渉で敗れ、3月の NJC では1回戦で田中正人に敗れてしまい、上半期は今一つ派に乗れずに苦しむこととなる。タック戦線においては5月3日のレスリングドンタク2011にて久々にノーリミットとして IWGP タッグ王座に挑戦するもピンホール負けを喫し、 試合後に高橋と不協和音が生じた。そして同月26日後楽園大会の試合中にパートナーの高橋と田中に裏切られた内藤は試合後に入ってきた邪道、下道にも袋叩きにアイカオすから追放されノーリミットも解散となった。行き場を失った内藤はなんとなく本体に復帰し6月18日 ドミニオン6.18にて高橋とシングルマッチで報復を狙うも敗北。その後、メキシコ遠征を経て8月の G1 クライマックスに2年連続で出場。開幕戦でまたしても高橋に敗れ、3連敗スタートとつまずくもなんとか巻き返し、最終リーグ戦で棚橋から勝利を収めると A ブロックを1位で通過。決勝戦で 中村信介と対戦したが敗北を喫して、準優勝とマリに終わり、試合後に涙を浮かべながら退場した。9月19日、神戸大会で、未だにシングル戦において、未勝利の高橋と対戦し、スターダストプレスで、初勝利を収めると、メインイベント終了後に、棚橋の保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦をアピール。10月10日、 ディストラクション11にて IWGP ヘビー級王座に初挑戦。王座ダッシュとはならずも、棚橋から健闘を称えられ、試合後には G1 決勝戦に続き涙を流した。11月12日、パワーストラグルにて MVP とのタッグで中村高橋組と対戦。内藤も必要なまでに中村に突っかかると、試合後にも中村に襲いかかって大乱闘となり、 以降が勃発。12月4日、愛知大会で中村とのシングルマッチが行われたが、ボマイエで敗れた。2012年2012年1月4日、レッスルキングダム6のセミファイナルに登場し、内藤がファン時代に憧れた選手の一人である、武藤慶治と対戦した。しかし、持ち味を発揮できず、最後は武藤のムーンサルトプレスに敗れたが試合後のコメントで、内藤は、 武藤がすごいのは幻想と言い切り、今年の目標を武藤ができた、棚橋もできた、29歳での IWGP ヘビー級ベルトと掲げた。2月12日、ザニュービギニングにて昨年より構想を繰り広げた中村からシングル初勝利を収めると、棚橋を打ち破り IWGP ヘビー級王座に、退官した岡田和地下の前に姿を現し、同王座へ挑戦を表明。 3月4日後楽園大会で、内藤は新日本プロレス創立40周年、記念工業と銘打たれた、工業のメインイベントにて岡田と対戦したが、レインメーカーに敗れる。その後も、内藤は年頭に掲げた、20代での IWGP 王座大会を目指すため、次期挑戦者の棚橋を差し置いて、IWGP 王者の岡田に喰らいかかり、 朝鮮圏の強奪を企てるも未遂に終わった。8月7日、仙台サンプラザホール大会にて G1 公式リーグ戦のルーシュ戦でジャーマンスープレックスを着地した際に、古傷の右膝じ帯を痛めてしまい、試合に敗れた内藤は担架で運ばれた。右膝を負傷してからも試合には出場し続けたが、本調子にはほど遠く、10月8日、 キング・オブ・プロ・レスリングにて対戦した高橋に、レフェリーストップ負けを喫すると、試合後に、高橋から右膝を椅子で殴打され戦線離脱し、長期欠場となった。11月15日、渋谷アックスにて自ら提唱したネバー、無差別級王座の初代王者決定トーナメントが、開催され、欠場中の内藤は、リング上からの挨拶だけで止まった。 2013年古傷である右膝前十字人体断裂の手術の影響で2013年上半期はほとんど表舞台に出ることもなくリハビリとトレーニングに費やす5月3日のレスリングドンタク2013にて久々に公の場に姿を現しリング上から復帰戦決定の挨拶をした6月22日ドミニオン6.22にて 因縁深い広史二郎相手に復帰戦を行い、翼をイメージしたハーフマスクを着用して入場。スターダストップレスで解消を収めると、自ら提唱し創設されたネバー無差別級王座を保持する田中正人に対して、まずはネバーと宣戦布告を行った。この発言に対して、田中は、まずは出取れるベルトなのか、と内藤の表現方法に怒りをあらわにし、 7月20日のキズナロード2013最終戦にてネバー王座をかけたタイトルマッチで対戦。スライディングーに破れ王座ダッシュとはならなかった。8月には4年連続で G1 に出場し、B ブロック1位で通過。11日に決勝戦の舞台で棚橋と激突。この試合に勝利すると悲願の初優勝を果たし、 前年より制度化された東京ドーム IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞を獲得した。G1 優勝を経て9月29日、ディストラクションにて田中の放置するネバー王座に再挑戦すると、スターダストプレスで勝利を収めて、同王座を奪取。その後、キング・オブ・プロ・レスリングでは、広志次郎を相手に初防衛に成功し、パワーストラグルでは、 前王者である田中のリマッチも退け、IWGP ヘビー級王座を保持する岡田の前に、姿を現し翌年東京ドーム大会での、同王座への挑戦を、改めて表明した。11月11日、レッスルキングダム8、東京ドームの記者会見にて、岡田 VS、内藤の IWGP ヘビー級王座戦と、中村 VS、棚橋の IWGP、 インターコンチネンタル王座戦のどちらをドームのメインで見たいか、ファン投票が行われた結果敗れてしまい、ドーム大会メインイベントの座を逃した。2014年前年のファン投票の結果、レッスルキングダム8のダブルメインイベント第一試合に登場し、岡田の保持する IWGP ヘビー級王座に挑戦。実質セミファイナルに降格という屈辱の中30分超の熱戦の末、 最後は、岡田のレインメーカーに敗れた。IWGP 王座ダッシュに失敗した内藤は、ここから失速することとなり、2月11日、ザニュービギニングに大阪では、監修から大ブーイングを浴びせられる中、石井智弘に敗れて、ネバー王座も陥落。3月15日の NJC1 回戦で、石井に雪辱を果たして、リマッチへの道を作り、 4月6日にインベージョンアタック2014にて、石井のネバー王座に挑戦したが敗北した。その後のビッグマッチでは、タイトル戦線に全く絡めず、目的意識を失いかけた中で、G1 に出場。最終戦を待たずして、予選落ちとなるものの、公式リーグ戦で、今大会 G1 優勝者の岡田、IWGP ヘビー級王者のアージスタイルズから、勝利を収めたことで、 下半期への戦いに向けて可能性を残すことに成功。9月23日、ディストラクションインを岡山にて、棚橋と共に、アージドクギャローズ組とタッグマッチで激突しギャローズから勝利を収めたが、試合後に、アージが IWGP 王座時期挑戦者に、棚橋を選んだことで、自らの挑戦権を奪い取られてしまった。10月13日、 キングオブプロレスリングにて、IWGP ヘビー級王座挑戦権利賞を保持する岡田と権利賞をめぐって対戦したが、敗れてしまい、G1 でのリベンジを許した。その後は、IWGP 王座から陥落したアージと構想を繰り広げ、翌年東京ドーム大会へのシングルマッチを迫った。2015年前年から始まったアージとの交想に終止符を打つため、 レッスルキングがム級にてアージとシングルマッチで対戦したが、だれ式、スタイルズクラッシュに敗れて G1 での雪辱を許した。2月のザニュービギニングに大阪では、ノーテーマの6人タッグマッチに出場したが、前年に引き続きブーイングの嵐に見舞われる事態に発展し、3月の NJC でも準決勝で、イブシコータに敗れ、ベスト4に止まり、制裁を書いた。5月23日、 約4年ぶりにメキシコの CMLL に遠征。ここで何かを持ち帰らなかったら、不条の目はないと覚悟した内藤は、現地で親交のある、ラソンブラやルーシュラが立ち上げたユニット、ロス・インゴベルナブレスに加入する。6月26日に外戦すると、入場時に、ロス・インゴベルナブレスのキャップ T シャツを着用しながら入場するようになり、タックマッチでは、 本体勢と組みながらも連携を成立させず不穏な行動を起こし、試合もふてぶてしい表情を浮かべながら、のらりくらりとしたスタイルに変化していった。7月に開幕した G1 では、予選落ちに終わるも、ロス・インゴベルナブレスの清掃とも言える黒のスーツと、銀色マスクを着用し、時間をかけての入場や、試合では、今までと違う間合いで対戦相手を翻弄するなど、インパクトを残す。 その中で、柴田勝頼との意見が生まれ、G1 閉幕後も構想が激化。9月27日、ディストラクションイン神戸にて柴田とシングルマッチで対戦し、勝利を収めると、東京ドーム IWGP ヘビー級王座、挑戦権利賞を保持する棚橋から、次期挑戦者として、指名を受けた。これに対して、内藤は、結局この会社は棚橋が言ったことが正しいんだろう。 と吐き捨てた上で、棚橋の要求を受諾し、権利賞に挑戦する大会にて、パレハの投入を予告した。10月12日、キング・オブ・プロ・レスリングにて、IWGP 王座挑戦権利賞争奪戦として、棚橋と対戦。試合終盤にパレハとして引き連れてきたエビルと共に、棚橋を痛めつけたが、最後は、棚橋のハイフライフローに破れる。 L.I.J. のリーダー的存在として活動する内藤。11月、エビルとのタッグでワールドタグリーグに出場し、B ブロックにエントリー。21日開幕戦の後楽園大会にて、新たに長期欠場中の武士をロス・インゴベルナブレスに引き入れると、翌22日豊橋大会にて本家との差別化を図るため、エビル、武士らと共にロス・インゴベルナブレスで発本として、 正式にユニット化。公式リーグ戦では5勝1敗という成績を収め、B ブロック1位で決勝に進出するも、決勝戦で GBH に敗れ準優勝に終わった。2016年年頭より、中村、アージラ主力選手が相次いで新日本プロレスから WWE に移籍したことにより、ここ数年で固定化されていたトップ戦線のメンツが変化することになる。 前年下半期より LIJ を結成して勢いに乗る内藤はその感激へうまく入り込み自流を味方につけることに成功する3月の NJC では後藤を破り初優勝を飾ると岡田の奉仕する IWGP ヘビー級王座に挑戦を表明する4月10日のインベージョンアタック2016にて試合中突如乱入したサナダのアシストを受けて 岡田から勝利を収め、四度目の挑戦にして、IWGP 王座初体幹を果たした。ファン時代から憧れたベルトを、ついに自分のものにしたが、内藤哲也の存在は、ベルトの価値を超えてしまったとの解釈からベルトを腰に、巻かず、それどころか、中高く放り投げる暴挙に出て、ベルトに対して、何の考えもないことを示した。同日より、l i の新メンバーとして、 サナダを引き入れた内藤は岡田引き入るカオスと構想を開始。5月3日のレスリングドンタク2016にて、石井の挑戦を支持づけて初防衛に成功すると、6月19日のドミニオン6.19イン大阪、ジョーホールにて、岡田のリマッチを受けたが、レインメーカーに敗れ大座陥落。しかし、戦前より挑発を続けてきた新日本のオーナーである。 北に孔明を会場に引っ張り出すことに成功させ、内藤は一躍新日本の中心に踊り出る格好となった。その後も内藤の勢いは止まることなく G1 では最多メインを任されるようになった。優勝こそ逃すものの公式リーグ戦で i c o 王座を保持するマイケル・エルガンから勝利を収めたことで G1 最終戦の試合後にエルガンから 内藤にリスペクトを教えてやると、次期挑戦者として、指名を受ける。内藤は、i c o 王座に、興味はないと断言した上で、ベルトから近寄ってきたと挑戦を受諾し、9月25日、ディストラクションイン神戸にて、エルガンから i c o 王座を奪取。初めてインターコンチのベルトを巻くと同時に、この時点で、内藤は新日本の三大主要シングル王座である。 IWGP ヘビー、インターコンチ、ネバーの3つのベルトを初めて、すべて参ったこととなった。11月5日のパワーストラグルにて、J リーサルを破り初防衛に成功すると、直後に登場した棚橋が、IC 王座挑戦に名乗りを上げ、最後の晴れ舞台に、と棚橋の要求を重諾した。十一月十八日に開催された WTL では、パートナーとして、 本家インゴベルナブレスの一員であるルシュを引き連れ、WTL 最終戦の積水ハイムスーパーアリーナ大会で海外武者修行から帰国した高橋博ロを LIJ に勧誘するなど常に注目を集めた年となり、試合内容のみならずオーナーまで標的とした制御不能な発言でファンから圧倒的な支持を集めたことが評価され、東京スポーツ制定のプロレス大賞で最優秀。 選手賞を受賞した。2017年、LIJ 戦風を巻き起こし大ブレイクを果たした内藤は、レッスルキングダム11のセミファイナルにて棚橋と対戦。デスティーノを決めて、ICO 王座2度目の防衛に成功すると、名実ともに棚橋越えを果たした。2月11日、ザニュービギニングに大阪にて、マイケル・エルガンとのリターンマッチを受けた。変形。 成長とデスティーノを連続で決めて、ICO 王座3度目の防衛に成功。試合後に、ニュージャパンカップ挑戦を表明するが、出場は認められなかった。4月4日、高橋宏文とのタッグで、ジュースクシダに勝利した直後、ICO 座時期挑戦者として、タイガーマスク W を逆指名。しかし、これも実際に対戦が組まれることはなかった。 4月29日のレスリング、豊かの国2017大分大会にて、ジュース・ロビンソンに勝利し、ICO 王座4度目の防衛に成功。試合後、棚橋からの挑戦を受け、6月11日、大阪大会での V5 戦が決定した。しかし、内藤は、挑戦資格なしとして、これを拒否している。5月12日、新日本プロレスが、 IWGPUS ヘビー級王座新設を発表。また、5月18日には、IC 王座時期挑戦者の棚橋が、米国遠征中に負傷し、シリーズ前線欠場を発表。内藤はこの2つに触れ、王者としての要求は無視され、2た2年のベルトを新設される。じゃあこのタイトルはもう必要ないじゃん。ごリ押しで挑戦を決めたら、もう本番まで無理はしなくていいってこと。 とも反発。5月18日の後楽園、ホール大会でベルトを鉄柱に叩きつける暴挙に出た。この日はベルトが多少歪む程度で済んだものの、5月21日の沼津大会で再びベルトを鉄柱に叩きつけ、破損させてしまった。6月11日、ドミニオン大阪城、ホール大会にて、棚橋博士と対戦。テキサスクローバーホールドでギブアップ負けを喫し、 王座防衛に失敗した。試合後、IWGP インターコンチネンタル王座、またはないかな。と、インターコンチネンタル王座戦線から身を引くとも取れる発言を行った。7月1日、G1 スペシャルイン USA における初代、IWGPUS ヘビー級王座、決定トーナメントの1回戦で、石井智博と対戦。垂直落下式。 ブレインバスターで3カウントを奪われまさかの1回戦敗退を、喫する。7月17日から8月11日の G1、クライマックス27リーグ戦に A ブロックで出場。7.17開幕戦のイブシ戦で年間、ベストバート級の死闘を演じ勝利を収めるなど、勝ち星を重ね、同率1位で並んでいた棚橋とのブロック、最終戦にも勝利。7勝2敗の成績で、 優勝決定戦進出を決めた。8月13日、G1 クライマックス 27B ブロック1位のケニー・オメガを撃破し、4年ぶり2度目の優勝を果たした。直後の天竜玄一郎のコラムでは、それはつまり岡田がいて、棚橋がいてという状況下で優勝した内藤というニュースターが、押しも押されぬトップグループ入りを果たしたということだよね。やっぱり、 メキシコに行ったことは無駄じゃなかったと思うと絶賛されている。また、その場その場の雰囲気を読んで、ハプニングをインパクトに変える。それが新日本の手法じゃない。4年前は反応が鈍かったというのは読めてなかったんだろうねと分析している。8月14日、G1 優勝決定戦費という明け会見に出席。IWGP ヘビー級王座朝鮮権利賞の防衛戦について、 組まれるのであれば、俺は石井を指名しますよ。としながらも、俺にやらせろという選手がいるなら、はっきり口に出すべきですよ。と発言。挑戦表明を拒まない姿勢を示した。その後のディストラクションシリーズでは、名指しされたから俺はそれに対して、やってやるって言ってるんだよ。とする石井に対し、石井がこの権利証欲しいのか、欲しくないのか、そこが一番大事だからね。俺が、 石井の名前を出したから、石井は挑戦する石井、お前、俺の言いなりか。と挑発するなど、絶戦を繰り広げた。10月9日、キング・オブ・プロレスリング両国大会にて、石井智博に勝利し、挑戦権利賞の防衛に成功する。2018年新日本プロレス最大級の、ビッグイベント、レッスル・キングダム12にて、初めてのメインイベンターを務める。 これにより、内藤の中学の頃の夢である、新日本プロレスの選手になる、IWGP ヘビー級王者になる、東京ドームのメインイベントに立つという3つの夢を、事実上達成した。入場時には、東京ドーム1体の大内藤コールで迎え入れられ、試合は、岡田のレインメーカーの前に敗れたが、その後に、新たな夢である、6大ドームツアーをするという野望を打ち明けた。 1>, 1月23日、鈴木くんメンバーである大地、高道の区が行った工業を、高大地マニアにて大地のプロレスラーデビュー15周年、記念の相手として、内藤哲也 VS 大地が後楽園ホールにて行われた。結果、30分近くにも及ぶ、死闘の最中、内藤が勝利を収め、バックステージにて大地を称賛、ヘビー級転校へと進めた。2月2日、 新日本プロレス飛ぶ士もによる重大発表記者会見にて、武士ロード社長の北に孔明、声優で、婦女子のアイバーイナ、そして内藤哲也の3人で行われた会見では、北にオーナーに地方大会の観戦を進めた。2月10日、吉橋とのスペシャルシングルマッチが組まれ、入場時に吉橋の襲撃に遭い、バタフライロック等で苦しめられるものの最後は、デスティーノで破る。 その後、隊長途中の花道にて、背後から大地の襲撃にあった。2月25日、日曜劇場の99.9刑事、専門弁護士にて、本人役として登場。そこでは、同じユニット内の仲間である武士も登場した。なお、メニュー名は、頭文字を横に読んでいくと、ロスイン・ゴベルナブレスとなる。3月6日、 新日本プロレス46周年旗揚げ記念日、シリーズにてヘビー級に転向したタイチと対戦。序盤は場外にてタイチのステップキックからパワーボムを食らうものの終盤はレイフェリーを高道の国ぶつけた内藤はタイチの持つマイクスタンドを後頭部にお見舞い、粉砕し最後はデスティーノで勝利。3月10日、ニュージャパンカップ1回戦にてザック、セーバージュニアと対決。 自身のデスティーノを切り返され最後は、ザックの新技である、オリエンテリング・ウィズ・ナ・パームデスにより、ギブアップ負けを喫した。4月1日の両国大会にて、試合後マイクパフォーマンスで、IWGP インターコンチネンタル王者である、鈴木実を挑発し挑戦表明。4月29日の熊本大会にて、同タイトル戦が決定。4月27日広島大会にて、 鈴木軍との交想の中メンバー全員が入場ゲートで揃うと銀の仮面をかぶった男を連れて入場。リングに上がるとリングアナウンサーに耳打ちをし広島東洋カープ背番号 58J ジャクソンの名を轟かせた。試合は内藤が金丸からデスティーノで勝利またもマイクパフォーマンスでミノルを挑発した。バックステージでは内藤が J ジャクソンを 俺とジャクソン、競技は違うかもしれない。いる場所も離れてるかもしれない。でも、我々は、心でつながってるんでね。彼もロース・インコー・バーナブルズでジャポンの一員ですよ。と告げた。4月29日のレスリング日の国2018で、イーワグピック王者、鈴木実るに挑戦し、王者を手にした。5月4日、レスリングドンタク福岡国際センター大会にて、 鈴木軍、ベスローズ・インゴー・バーナブルズでジャポンの試合後に、退場中の内藤に、観客席から、武士のマスクをかぶった男から襲撃をあう。そして、その男は1月5日に、内藤を襲撃したクリス・ジェリコであり、コードブレーカー、狂気攻撃により流血。後日の後楽園、ホール大会にて、クリス・ジェリコがビデオを通して、内藤の放置する。 ICO 王座に挑戦表明するとそれを受諾。6月9日、大阪城、ホール大会にて、同タイトル戦が組まれた。6月9日、大阪城、ホール大会にて、クリス・ジェリコと対戦。入場中から、ラフファイトに苦しめられ、流血の上最後は、急所下りからのコードブレーカーで敗れ王座陥落。試合後、ダウンしている内藤にジェリコは、 自身のコスチュームにつけていたベルトを腕に巻くと、無知攻撃。そこへ、エビルが内藤を救出し、ジェリコを、ラディアットで蹴散らすと共に退場した。7月10日、スポーツ雑誌ナンバーが4月11日から5月29日までの約1ヶ月半の間行った、ナンバープロレス総選挙2018で2017年に、続き1位を獲得した。8月12日、 日本武道館で開催された G1 クライマックス28は B ブロック予選を勝ち点12で1位となったが同点にメッシブセ、ケニー、ザックが並び勝った相手の勝ち点の合計で一番勝るメッシブセに決勝進出を譲る格好となった9月熊本で行われた IWGP インターコンチネンタル選手権試合で内藤に敗れた鈴木みのるが内藤に標的を絞り ベ府プ大会で、ノンタイトルのスペシャルシングルマッチが行われた。試合中盤、鈴木の関節儀に苦しみ、30分もの死闘となるが、最後は、デスティーノを決め勝利する。10月、ロス・インゴベルナブレスでハボンに、新メンバーが加入することを発表。9日の両国大会で、同級生活ナイフと同じくアニマル浜口、事務出身の高木慎吾が加入し、武士、 サナダとのタッグでカオスと対戦する。その後、ザック・セイバー・ジュニアに痛めつけられているエビルを救出し、ニュージャパンカップ G1 クライマックス最終公式戦で負けたザックとシングルマッチを要求。11月3日、大阪大会の第8試合でザック・セイバー・ジュニアとのスペシャルシングルマッチが行われる。この試合で真理バレンティアを初披露。そのままでスティーの大決め。 G1 のリベンジに成功する。その次の試合で、クリス・ジェリコに敗れたエビルを救出。IWGP インターコンチネンタル王座への挑戦をアピールし、レッスル・キングダム13でタイトルマッチが決定。2019年1月4日のレッスル・キングダム13で行われた IWGP インターコンチネンタル王座選手権試合では、クリス・ジェリコと急遽、 ノーディー級マッチで戦い、ラフファイトに苦しめられながらも最後は奪ったベルトを、ジェリコの顔面に叩き込んでからのデスティーのデフォール勝ち、王座に返り咲いた。2月3日の札幌、北海道立総合体育センターで行われた、大地との IWGP、インターコンチネンタル王座選手権試合では、飯塚隆が入場中の内藤を襲撃。内藤は首を痛めうげの痺れに耐えながら試合を、 行い、途中に、飯塚が試合へ乱入して、椅子攻撃を仕掛けるもこれを尻け、最終的に21分31秒に、デスティーノ・デフォール勝ち。試合後のマイクパフォーマンスで、大地に一定の評価を与えつつ、さらなる奮起を促した。3月10日、兵庫県甘崎市のベーコム総合体育館にて、行われたニュージャパンカップ2019に出場。 1>, 1月4日のレッスルキングダム13から欠場していたイブシコータと対決したが20分38秒、神声からの体がためで敗れ2018年に続き1回戦で姿を消した。4月6日 G1 サプルカードにおいて IWGP インターコンチネンタル王座をかけてイブシコータと対戦したが20分53秒に神声によってピンホール負けを喫した。 4月20日愛知県体育館で行われた IWGP インターコンチネンタル王座選手権試合班福光太対ザックセイバージュニアの試合後にリングへ上がり初防衛に成功したイブシ光太に対し IWGP インターコンチネンタル王座次の挑戦者俺が立候補するよと挑戦を表明した5月4日福岡国際センターで行われた レスリングドンタク2019で内藤が6月9日大阪城ホールで IWGP インターコンチネンタル王座をかけて戦おうよと提案。これを受けた飯伏せからは6月9日大阪城ホールでやりましょう。お願いしますよ。決まりましたからやりましょうと回答があり対決が決定した。 6月9日大阪城ホールで行われたドミニオン6.9において IWGP インターコンチネンタル王座をかけてイブシコータと対戦22分06秒デスティーノからの体がためにて勝利し第22代チャンピオンになった6月27日スポーツ雑誌ナンバーが発表したプロレス総選挙ザファイナルで棚橋博史に逆転を許し3年連続1位には ならなかった。7月 G1 クライマックス29に B ブロックでエントリー。初戦で矢野2、2戦目で大地に敗北。開幕に連敗を喫してしまうが、3戦目で後藤博士大木、4戦目で石井智弘から勝利。2勝2敗に戻すが、ジョン・モクスリーに敗れ、3敗目を喫してしまう。だが、そこからジュース・ロビンソン、高木慎吾 ジェフコブに勝利し、5勝3敗まで勝ち点を伸ばした。8月11日、最終戦で J、J. ホワイトと対戦。勝てば、優勝決定戦進出だったが、ブレードランナーを食らってしまい、敗北、優勝決定戦進出とはならなかった。8月下旬、スーパー J カップ決勝戦で、ブシと組んで J、J. ホワイト石森太志二組と対戦。試合終了後、 J にブレードランナーで越され、自身が持つ IWGP、インターコンチネンタル王座に挑戦表明をされる。そして31日のイギリス大会でサナダと組み、J ホワイト、チェーズ応援ズ組と対戦。試合終了後、またしても J に吸収されるも、エンズイゲリからのデスティーノで仕返しに成功。9月、IWGP インターコンチネンタル王座時期、挑戦者に J ホワイトが決定。 シリーズを通して構想が始まり、22日の神戸大会でタイトルマッチが決定。そして当日、王座をかけ対戦。内藤は最終局面でバレンティアを出そうとするも、J が着地しそのまま、ブレードランナーを食らってしまい、29分47秒で決着。J が勝利し、内藤は王座から陥落してしまう。11月、 大阪大会にて大地との5度目のシングルマッチが決定。起き手破りのブラックメフィストからのデスティーノで勝利。G1 のりを返すことに成功。その後、IWGP インターコンチネンタル王座を防衛した J ホワイトの前に現れ、同王座に挑戦。これにより、東京ドームに連戦初日の1月4日に J とのタイトルマッチが決定した。 2020年1月4日、東京ドームで行われた、レッスルキングダム14の1日目に、J. ホワイトを破り IWGP、インターコンチネンタル王座に帰り咲く。続く1月5日の2日目、前日半、副コータを下して、IWGP ヘビー級王座を防衛した、岡田和地下との2冠戦において、終盤にレインメーカーを、カウンター式でスティーノで返してから、2年ぶりに、 スターダストプレスを繰り出す。その後バレンティアからの成長、デスティーノを決め勝利。IWGP インターコンチネンタル王座を初、防衛し、並びに IWGP ヘビー級王座を奪取。前々から発言していた、史上初の IWGP2 冠を達成した。しかしその後、同じように前々から発言していた、東京ドームでの大合唱をする直前、ケンタが乱入し妨害。 ゴーにスリープを暗い子され、大合唱は阻止された。2月9日、ダブルタイトルマッチという形で、ケンタと大阪城ホールで防衛戦を行った。ダラダラと時間を稼がれたり、J ホワイトの介入などもあったが、高橋博夢が J を排除し、窮地を免れる。ゴーにスリープを切り返してのデスティーノで流れをつかむも、金具が剥き出しのコーナーに振られて、機体から流血。 顔面を血染めにしながらも最後は、バレンティアからのデスティーノでケンタを葬り、2冠を防衛した。試合後は、締めのマイクで、旗揚げ記念工業で愛でし、ヒロムとのシングルマッチでの対戦を誓った。しかし、新型コロナウイルス下で、旗揚げ記念大会を含む工業が中止となり、3月4日に、本来3日の旗揚げ記念大会で対戦する、はずだったヒロムと、 トークショーを行った。6月15日、新型コロナウイルス化による工業休止から1 0 0かぶりの再開となった無観客試合、トゥャザープロジェクトスペシルのメインイベントにてシンゲエスペランサを披露し、見事再開後一発目で白星を獲得した。7月12日、バレットクラブに寝返ったエビルが NJC 覇者として内藤の2巻に挑戦。終盤にて、 武士のマスクをかぶったディック統合による乱入もあり、最後はエビルを喰らい王座陥落となってしまった。7月25日、内藤の仇を討つために、同門の高橋博夢が二冠王者エビルに挑むも、敗北。直後に、内藤はリングに登壇。最近よく正義って言葉を使ってるようだけど、正義って言ってみたり、ダークネスって言ってみたり、もしかしてエビル、迷ってるの そんなエビルに2本のベルトは2が重たすぎるだろうベルトのレンタル期間は終了だ。その2本のベルト、そろそろ返してもらおうか。と、リマッチを要求した。この結果、8月29日に21年ぶりに開催される明治神宮野球場大会にて、内藤の挑戦が決定した。8月29日、21年ぶりの明治神宮。 野球場大会のメインイベントでダブルタイトルに挑戦。中盤でディック・統合、下道の乱入があったが、ブスとサナダが蹴散らし、1VS1 にしたところで、ジャンピングエルボー、エスペランサ、バレンティアと得意技を出していき、最後はデスティーノを食らわせて勝利。落とした2つのタイトルのダッシュに見事成功した。10月 G1 クライマックス32自身では、 初の IWGP ヘビー級王者として出場した。サナダとの同門対決、元パレハのエビル、最終日にケンタの3人負け、勝ち点12で、サナダ、エビルに並ぶもオポネントにより落選した。11月7日、パワーストラグルイン大阪にて、IWGP ヘビー級王座、IWGP インターコンチネンタル王座を同王座、共にエビルとの防衛に挑んだ。 ディック統合、サナダ、ジェイ・ホワイト、イブシ・コータが次々に乱入してくる中、辛くも初防衛に成功した。翌日記者会見では1.4で、イブシ・コータに二冠ベルトをかけて戦い、その試合の勝者及び二冠王者が、挑戦権利賞を持つジェイ・ホワイトと1.5でベルトをかけ、戦うのはどうか。と提案し、珍しく内藤の意見が通り実現した。 2021年1月4日、イブシコータと二冠王座をかけて戦い、メッシブセの現在の最上級のフィニッシュホールドである、神声を2回も、キックアウトしたが、激闘の末最後は3度目の神声で、ピンフォール負けを喫死両王座とも失った。試合後には、悔しさをあらわにしながらも、IWGP ヘビー級王座、IWGP インターコンチネンタル王座を、自身の手で渡し、 イブシコうタの腕を上げ、勝利をたたえた。バックステージコメントでは、今後の目的が見当たらないと発言しつつも、この東京ドームのメインイベントに、また必ず帰ってくるからと宣言した。なお、内藤自身は2018年の1.4のメインイベント敗退後のバックステージでも、必ずこの舞台に戻ってくるとコメントし、2020年にメインイベンターとなった経緯がある。 本人曰く、必ずという言葉を使うことを嫌っているため、特別な意味が込められている。2月11日、広島大会にて王座を防衛した、イブシコータの前に現れ、IWGP インターコンチネンタル王座への挑戦表明を行った。理由はイブシが提案した、IWGP ヘビー級王座と、IWGP インターコンチネンタル王座の統一を阻止するためである。 これにより、2月28日の大阪城ホール大会にてタイトルマッチが決定。結果は27分50秒神越え、体固めで敗北。インターコンチネンタル王座奪還とはならなかった。3月4日、ニュージャパンカップ2021にエントリー。日本武道館での旗揚げ記念日大会にて1回戦が行われた。対戦相手はグレート・オーカーンであり、これが 初シングルである。試合後半で、技の読み合いから円ン蹴りをヒットさせるも、オーカーンのラリアットを食らってしまい、膝固めからの膝十字固めで、レフェリーストップ負けを喫する。この結果2019年大会以来4度目の1回戦敗退となった。4月26日、広島サンプラザホール大会メインイベントにて、ニュージャパンカップで敗れたグレートオーカーンと再戦。最後は、 デスティーノで勝利した。6月2日、後楽園、ホール大会にて、サナダ、武士とのタッグで、ネバー無差別級6人、タッグ王座に初挑戦。結果は武士が、吉橋のバタフライロックで、ギブアップ負けをしたため、初対官とはならなかった。6月7日、ザック・セイバー・ジュニア、タイチ組が保持する、IWGP タッグ王座への挑戦を表明。パートナーに、 サナダを選んだ。そして7月11日、マコマい積水ハイムアイスアリーナ大会にて、タイトルマッチが決定。結果はザックから勝利し、第90代王者となった。また、IWGP タ王座を退官したのは2010年1月4日以来、約11年半ぶりである。試合後、全王者組がリマッチを要求してきたため、7月25日の、 東京ドーム大会で全王者組を相手に発、防衛戦を行うことが決定した。スターダストプレスを放つ内藤。IWGP ヘビー級王座、IWGP インターコンチネンタル王座を手にする内藤幼少期の頃から、熱心な新日本プロレスファンであり、当時の新日本ファンクラブ、闘魂戦士にも入会していた。高校時代は、部活終わりにそのまま観戦に出かけたり、 都内だけでなく、地方に遠征までするようになった。選手になった今も、一選手である前に一ファンでありたいという気持ちで、ファンクラブに入会しているという異色の選手である。武藤刑事について、内藤は筋金入りの武藤刑事ファンであったと、公言している。オレンジ大須時代からのファンであり、武藤ファンとして、プロレスごっこの際にできるだけ完璧に、武藤の真似をしたいがために、 ビデオに録画していた、武藤の試合を終始スローで見て研究し動きをマスターしようとしていた。高校時代は、プロレスラーになるにはどうしたらいいのか考え、憧れの武藤が学生時代に柔道を経験していたことから、それに習おうとしたこともある。幼少期のプロレスごっこの影響のためか、プロレスラーとなった自身の試合の中で、 何気ない動きのどこかに、武藤の名残が感じられると言われており、解説者の金沢勝彦は、オレンジタイツ時代の武藤そのものと肯定的な見解を述べている。しかし、2012年1月4日、東京ドーム大会にて武藤と対戦が決まった際の記者会見では、武藤に対して過去の人間と位置づけた上で、プロレスを好きになったきっかけ、プロレスラーになりたいと思ったきっかけと、 あくまでファンであったことは過去の話であると言い切っている。棚橋博史について地方に遠征してまで観戦するほどプロレス熱が高い内藤だが格闘技の聖地といわれる高楽園ホールでの観戦は意外にも遅く、1999年10月10日。それまでビッグマッチしか行ったことがなく若手の試合を見るのが初めてだった内藤はそこで 田中博士のデビュー戦を目の当たりにする。それまで、無党ファンであった内藤は、田中のデビュー戦を見て、感銘を受け、田中がデビューした翌2000年は無党が、アメリカ長期遠征へ出てしまったこともあり、内藤はその年、以後田中を楽しみに観戦するようになり始め、大ファンとなった。2002年に、内藤が右膝前十字人体断裂の怪我を負って、 気持ちが沈んでいた頃、2003年4月23日に、広島サンプラザホールにて開催された U-30 初代王者決定リーグ戦の決勝戦、棚橋 VS、真壁深夜戦を生観戦し、その際にプロレスに勇気をもらう、元気をもらう、ということを初めて感じた日だと述べている。内藤がプロレスラーとしてデビューして間もなくの頃、棚橋から、 早くお礼のとこまで来いよと言われたこともあり、内藤自身もかつてファンだった武藤が全日本に移籍して何を楽しみに新日本を見に行っていいか、わからない時に棚橋がいたからこそ、プロレス熱が冷めることなくずっと来れたから、棚橋をトップの座から引きずり下ろす役目は自分が担いたいと語っている。2017年1月4日、 レッスルキングダム11にて棚橋との一騎打ちを制し、試合でも棚橋を上回る声援が送られ、世代交代を印象づけた内藤は、試合後、リング上で大の字に横たわる棚橋の胸に拳を突き立てた後に深々と一礼。さらにバックステージでのコメントではかつて見上げる、存在だった棚橋に対して、早くお礼のところまで戻って来いよ、とメッセージを送っている。 プロレース界きってのプロ野球、広島東洋カープファンを自称している。かつてが宿所に住んでいた頃、部屋には広島のグッズが所狭しと飾られており、内藤がロス・インゴベルナ・ブレス加入以前に着用していた赤と白を基調としたコスチュームもカープカラーをイメージしたものとされている。少年時代は読売ジャイアンツに所属していた原辰徳の,のファンだったが、 1995年に原が現役引退したことより、内藤を曰くぽっかり穴が開いた状態で野球への楽しみ方を模索していたところ、広島の足を使う野球に魅了され1996年から応援を始めた。内藤は現在もファンクラブに入会しているほか、シリーズの合間を縫っては観戦に訪れており、広島市民球場の取り壊しに伴う公式戦、 最終試合開催日にもライトスタンドから観戦していた。レスライン退後には広島移住も視野に入れており、松田スタジアムの年間シートを購入して、毎試合観戦してみたいと将来に対する展望について語っている。球団家、それ池カープの2017年、2018年、2019年バージョンの映像に自身が注目している選手。 田中広介の2016年からの背番号2が入ったユニフォーム2017年版ビジター用2018年版ホーム用を着用して歌唱参加している。また2017年8月27日の松田スタジアムでの中日戦において初の始球式を行った。結果はストライクゾーンから大きく外れてしまったものの元野球少年らしい。 見事なフォームでの投球だった。ちなみにこの試合で広島は敗れたものの勝利投手となったのは内藤のファンを公言している小笠原慎之介である。2018年よりカーアップの応援歌に内藤の入場曲の一節が取り入れられている。内藤はロス・インゴベルナブレスを日本に持ち帰り制御不能を溶かしたのきっかけにブレークした自身のプロレス人生において メキシコという国は欠かせないものとなっている。2009年5月に初めてメキシコに遠征した内藤は、もともと異国の地がさほど好きではない上に、イメージ的にも最悪な印象しか持たなかったことから、当初は行くのが嫌でしょうがなかったと振り返っており、試合と練習以外の時はほとんど出歩くことをしなかったという。しばらくして内藤は、 アニマル浜口事務時代から付き合いのある武士とメキシコで再会すると武士に連れられる形で外出するようになる。そこから徐々にメキシコに対する意識が変わり始めメキシコでの生活を楽しめるようになったとのこと。現地 CMLL においても内藤はアレナメヒコ大会のビッグマッチにおける紙切りマッチでメキシコ人レスラーから勝利するという30年ぶりの 会挙を成し遂げたことからポジションを確立している。街を出歩けば声をかけられることも多くなり、一気に知名度を上げることに成功した内藤は、講師ともに充実した日々を送るようになった。制御不能を化かした後、スペイン語を織り交ぜた独特なコメントが目立つ内藤であるが、これは内藤が2015年にインゴベルナブレスに加入し、帰国した時のコメントでポロッと、 スペイン語を出したことがきっかけとなっている。直すのが面倒くさいと考えた内藤は、以降スペイン語を混ぜてコメントするようになり、後に日本にいるのに間違ってスペイン語が出てしまうぐらい充実してたと内藤は述べている。会場マニアという一面があり、体育館だけでなく野球場やサッカー場といった箱に興味がある内藤はプロレスラーとなった現在自身のブログやツイッターなどで、 会場前の会場写真をアップする習慣が定着しつつある。特に建物の外観と体育館の名称が書いてある看板を撮影したいと思っているが、会場に集まるファンの中で外観を撮影することができないため、会場の中の写真や場内の様々な場所を散策することが趣味となっている。その他、大会を開催する予定の場所に下見として赴くこともある。 ありがとうございます。